はい、どうも、SNC コンサルティングのスキュリです。お疲れ様です。バーチャル YouTuber がさ、まあ今も流行ってるよね。VTuber ですよ。で、結構いろんな、まあ簡単にできるのかい、あれ。で、バーチャル YouTuber みたいなのがいるよね。で、何を思う、見てて。何を知りたいかって、まあ僕は一番先に思うのは、中の人どんな人なんかなって思うんですよ。要は声出してる人だよね。思いません？例えばさ、キズナアイとかさ、かぐやルナとかさ、バーチャルおばあちゃんとかさ、いるじゃんね。で、中の人と話したいよね。中の人と会ってみたいし、中の人の顔を見てみたい。中の人が、まあ、人間として、人として、生身の人間として動いてる、喋ってるのを見てみたいって思わない？すごい思うんだけど。思うでしょ？ね、AI とかあんちゃらかんちゃら言われる時代ですけど、 AI に仕事が奪われるとかさ、AI の社会が到来したら奪われる何個の仕事みたいなさ、そういう話があったりするけど、確かにそうかもしんないけど、決して奪われないものが僕はあると思ってて、それは人の心取り扱う仕事です。人の心と関わる仕事です。だから、例えば介護とか、あんなのは AI にできるわけないじゃん。ロボットにはできません。気が狂うと思うよ。どんどん気がおかしくなった老人が量産されていくことになると思います。もしロボットとかしかいなかったらね。ちゃんと人間が動いてきてくれて、人間の温かい、肌で触ってくれて、この感触、この血肉が巡ってるこの感触でさすってくれて、触れてくれるから生きていけるんです。ね、人間はなしには生きていけないの。人は人を求めるわけですよ。でさ、ちょっとこれは分かる人に分かる、分かる人は、ああ、なるほど、そういうことねって分かればいいので、例えばさ、ラピュタ、天空の城ラピュタってあったじゃん。ラピュタはさ、空にこうやってさ、画伯だからね、僕、ラピュタですよ。ラピュタがあってさ、こうやって上に登っていくじゃんね、最後のシーンで。で、なんかその中のあれで、女の子が言ってたセリフかな、人間はね、大地から離れたらもう生きていけないんだと。どれだけの科学力があっても、大地から離れたらもう生きていけないんですよと。それが地球っていうものに、ところに生まれた、大地に生まれた人間の定めであって、で、そのすごい科学力によって、こういうものを空中にボーンと飛ばすことができるような、ラプタ人っていうの、そういう人たちであっても滅んでしまったんですよっていう話だったじゃないですか。本当その通りだと思うよ。AI とかも一緒ですよ。だから人は人から離れては生きていけないし、例えばさ、そのプログラミングされた自動音声のすごく生身の感じの音声と会話できてたとしても、多分気が狂うんです。それは一人だからね。喋れるロボがいたとしてもダメなんです。人間のこのフィーリングというか、波動というか、熱というか、そういうものがないと人間は生きていけないんです。で、もう一つ、これ絵には描けないから言う、まああれですよ、ガンダムだね。ガンダムだけど、アステロイドベルトまで行った人間が、地球圏まで戻ってくるっていうのはどういうことっていうふうに言ってたのは誰？そう、ハマーン様がそうやって言ってたでしょ。アステロイドベルトまで行った人間が、それでも地球圏にまで舞い戻ってしまうのは、人間がまだその地球っていうね、その温かいものに魂を惹かれて飛べないからでしょって。だから、あそこも木星の近くまで行ったのにもかかわらず帰ってきちゃったんだよってハマーン様は言ってたよね。もうそれでしょ。やっぱり人の心はすごく大切で、温かいものがないと僕ら生きていけないの。なので、例えば今、いやいや、若干流行り、まあ昔から流行りだけど、コミュニティビジネスとかあるよね。なんかこう、僕もちょっと今それ考えてはいるんだけど、こうチームでね、コミュニティを作ってさ、こう和気あいあいしながら、まあ一緒にこう成長していきましょうみたいな。そういうのは廃れないんですよ。だから、ネットワークビジネスのあの感じとかもきっとそう、
まあ心にちょっとこう不満じゃないけど、なんていうの、物足りなさとかを感じてる人が、よし一旗あげてって、こういう人たちの仲間に入ってウェイしたいっていうふうに思って参加するわけでしょ。稼ぎたいと、うん、人生変えたいとかさ、人が金が欲しいんじゃないでしょ。その場合もちろんお金は欲しいんだけど、人との関わりの中でお金が欲しいんだよね。それがあのネットワークビジネスとかの、あのウェイっていう感じでしょ。だからあなたのビジネスで何か人と関われること、人の温かさを人の人の心の温かさを感じられる何か施策を打つべきであるね。まあ、僕なんかはもう完全に人の心しか感じられないビジネスをやってるので、こうやって顔出ししてあなたに喋ってる。そうで、あとはそのメール相談とかもちゃんと一生懸命書いてメール相談を送るね。テンプレとかは、まあテンプレを若干利用するときはあるけど、まあ最後の部分とかさ、あのお申し込みはこちらとかに関してのテンプレとかだったらもう使うことはあるけど、結構自分で相当書く、うん、相当文章を書いて最初の例えば無料相談とかでも送る、うん、で時には汚い言葉も使う場合もある。例えばお客さんから初めての無料相談があった時に、普通のビジネスだと立派なビジネスね、超すごいっていう表現しなくないですかね。例えば何かお客さんからあなたの商品に関してはどうですかって問い合わせあった時に、いやうちの商品は、私どもの商品は超すごいんですって文章に書いて返信するかな。しないよね。うん。でも僕はそのあえて言うならこういうこともやったりする、時々。うん。ここ強めに行きたいなって、ここ分かってほしいなっていう時に、顧客と、通常の一般的な常識における顧客と事業者っていう関係を超越したこういうラフな言葉遣い、カジュアルな言葉遣いをする、強めたいから、ここ、これがまた人の生々しさ、これによってイラッとくる人もいるかもしれない、で温かみを感じる人もいるかもしれない、でもそのイラッとした、え、なんでこういう言葉使うのっていうことすら、人の心がここにあることの証明じゃないですか。ロボにはこんな、例えば超すごいってロボに言われてね、 AI に言われてさ、なんで超すごいってふざけてんのかよってならないからね。だって AI だからね。人に言われるから腹立つんです。うん、こっちは真面目に、例えばね、あのこっちは真面目に無料相談で、あの悩んでて無料相談をしました、お客さんはしました。でそれに対する返信の文章の中に僕がね、いやそれは超すごいところがあってって文章に入れたとして、それに対して、まあ、腹立つ人ってほとんどいないんだけど、腹立ったとしてもそこには人の気持ちがあるから腹立つんです。うん、こういうやり方を僕はやってるので、まあ日上がらないというか、終わらないよね。人が人である限り続くサービスです。うん、まあその事業モデルとしては人と関わる事業モデルだから、何か販売して終わりとかじゃないし、なんかその株でパチパチやってる、投資とかでパチパチやってるわけでもないし、うん、予測できない人間っていうものの、その予測不可知性を、予測ができないことが好きなんだ多分。うん、その危うさ、危なっかしさ、人間の、僕だって人間ですからお客さんと相談とかしてて、あの相談を受けてこうですよってアドバイスとかしたりして、分かってくれないと、なんで分かってくれねえんだよって思ったりするよ。うん、ね、分かってくれってって、これは僕の人生をかけてきて、かけてその導き出したセオリーなんだよって思ったりするよ。すぐ分かってくれない人とかも稀にいるからね。でもその煩わしさというか、なんでだよっていう腹立ちすらも人の温かさだよ、やっぱその人のね。なんで分かんないんだよって思うけど、それはその人が人だからなんだよね。だから僕もそのなんでだよって思いながら温かみを感じてんだよ多分。うん、だからムカつくことも大好きなことも人の温かみの証明ですね。だからあなたのビジネスに温かみ、ね、人の心の温かさを入れていって、うん、メール相談の回答とかさ、問い合わせに対するそのお返事とかさ、なんか人の温かさ入れれないかな。
例えばあなたが何か販売してるとする。じゃあいいやいいや、何でもいい、何でもいいけど、まあない。じゃあこれあなたがこのねホワイトボードに書くこのマジックを売ってる業者さんだとして問い合わせがありました、これってどういう、そのどういう、開けたらどんな感じの太さですかって、ね、このペン先どんな感じの太さですかね、相談あった時に、例えばよ、大企業じゃないんだから我々ね、だから例えば、いや、あのこうこうこれぐらいのサイズで、まあ鉛筆で言うとこんぐらいっていうか、まあセンチ的にはまあ5ミリぐらいですねとか、こういうの、うん、まあ7ミリぐらいですねとかさ、そうやって返事するのもいいけど、それプラスアルファその場で携帯出して写メ撮って開けたらこんな感じですわっつって、自分の手入れてさ写メ撮って、その写メ添付して送ればいいじゃないですか。それは買うよね。それはだって嬉しくない。俺今自分で言ってて超嬉しくなっちゃった。お客の気持ちになっちゃったもん。え、マジでこれ、これメール送ってきた人の手じゃんって思うよね。うん。いや、買うよ。それ目的の、目的のペン先の太さでなくても買うよね、それはね。何百円のもんなんだからね。それが人の温かさでしょ。うん。そういうものをビジネスに取り入れていこう。で、まあその、一番いいのはやっぱり、ビジネス的に生き残るってことを考えると、一番いいのはやっぱり何か相談を受けて、で、アドバイスして、悩んでる人を助けてあげるっていうビジネスモデルが、僕は一番、まあ、安定して、堅実に稼いでいけると思う。うん。爆上がりはないです。バーンって何百万稼げるとか、うん、そういうのはあんまりないと思うけど、でも堅実に稼げてる。稼げていける。なぜなら、時代によって左右されないから。だから簡単に言うと、その夜のね、あの風俗のお店のお仕事と一緒。うん。性の欲求を取り扱うお仕事ってなくならないです。絶対に。うん。人類が人類でなくなるその日までなくなることがない商売だと思います。やっぱり。それもそう、今さ、そのいわゆるセックスドールみたいなお人形がさ、すごく精巧なオリエント工業のすごく精巧なさ、え、人間じゃんって思うようなお人形、しかも肉感もプニプニのやつあるよね。でそれに VR を連動させて、で、あのマシンとか、その、あの電動するやつも連動させれば、男にとってもう生身の女と、やる必要ねえじゃねえかって思うでしょ。絶対ない、そんなこと。そんなこと起きようはずがない。一部のすげえモテない人だけは、それを使ったりするんだろうけど、うん。人間がそっちに行くことはないっす。そいつがどれだけ成功になって、ロボットみたいに、ロボットを超越してきても、ダメっす。うん。人間じゃなきゃダメなの。人間の温かみが絶対に必要なの。だからその夜のお店ってあの状態のまま古来よりずっとああなの。何も変わってないでしょ。女の子がいてそこに男が行くっていうだけ、お金を払って何かするっていうだけの超単純なビジネスモデルじゃん。それが古来からずっと続いてんじゃん。絶対なくならないじゃん。それは男がもちろんそのまあしたいっていうのもあるけどさ、やっぱり、うん、なんか気持ち的なものって強いと思うんですよね。うん。だってさ、お店に行ってさ、すごく超テクニシャンのさ、女の子がいたとしてもさ、夜のお店に行って超テクニシャンの女の子がいたとしてもさ、そっぽ向かれてさ、なんかこう手で作業されてたら嫌じゃない？僕そういう経験はないけどさ、すごい悲しい気持ち、想像したらまた悲しくなった。すごい悲しい、マジでそれ。何してんの？もうちょっとごめん、もういいから帰ってって、いや、お金ちゃんと払うから、なんなら2倍払うから今すぐ帰ってください、すいませんって言うよね。そんなことされたらさ、なんでさ、気持ちよければいいはずでしょね。男のさ、世の中一般通説上さ、こうまかり通ってる理論からすると、男は気持ちよければいいはずでしょ。うん。例えばその女の子の手がさ、すげえマシンでできててさ、こっから先ロビンフッドじゃねえや、フック船長みたいになっててさ、でここのそのアームがさ着脱式でさ、なんかすげえ機械がこうあったとして、これがめちゃくちゃすごく振動するとしてね、それでもその女の子にそっぽ向かれてスイッチオンされたって嫌なんですよ。だからその性のサービスですら人の気持ちが大切なの。
愛がないといけないの。愛的なものがないといけないんですよ。それは機械には代用できないものなんです。ね。で、まあ話それましたけど、それくらいハートが必要なんです、僕らは。だからこれからの時代はどんどんそういう方向になっていくぜ。うん。人の心を求める時代になる。経済的にはもうみんな成長した、餓死する人間はいないでしょ、我が国では。ね。心の充足を求める時代になるんです。金があればいい時代は終わったんです。終わりつつあるんです。ね。利益を求めて富を積み重ねて、で、まあ、その、はべらかすっていう時代は、そういう時代じゃないのも。内面的な心の豊かさっていうのに、いよいよ我々がそれを追求し始める時に来たのかなっていう気は僕はしてるの、すごく。うん。なのでその時代の流れをさ、あなたも感じて。これからのビジネスには人の心が必要なの。人の心を取り扱う姿勢が必要なんです。人の相手の心をちょっと良くしてあげたいなっていう、そのちょっとした優しさが必要な時代なんです。で、それをちゃんとできると安定して、まあ、稼げていけるようになるということなので、ぜひね、まああれですよ、それ覚えておいて。僕も今その方向でいろいろ考えてるんだ。その方向でいろいろ考えてて、今いろいろ作ったりしてるんだけど、だからまあ一番いいのはカウンセラーとか、その人の悩みの相談を聞いて、それこうですよって言ってあげるっていうお仕事は安牌ですよ。なくならないもんね。で、誰でもできる。最初は誰しも未経験です。で、そこからやるぞって決めたら、いろんな人と関わってって、で、まあ、いろんな人の話聞き、いろんな人のトラブル、人間関係のトラブルに首突っ込ませていただいて、で、まあ、母ちゃんと父ちゃんといろいろ深いところ喋り、友達ともいろいろ喋り、誰かと喧嘩したり、誰かに裏切られたりして、経験していくものなの。うん、そうすると温かさが感じられるようになるからさ、温かさってことが分かるようになると思うんで、そしたらもう、まあ、僕みたいになりますよ。なんか何か相談されても、あ、それはこうでこうでこうですよって、あの相手に応じて、まあ、あの言い方も使い分けながらアドバイスできるようになり、相手も喜び、僕もまあ満足感を得られる、うん、あ、喜んでるって。嬉しい、僕が役立ったっていうね、気持ちにもなるし、ハートフルでしょ。うん、まあ、だんだんそういう世界になっていくと思うの で、あなたもたとえね、物販とかであっても、単なるアフィリエイトであっても、やっぱり、うん、何か入れよ、人間の心ね。はい、今回は以上です。優しくなっていきましょうね。 SSC コンサルティングのつくよりでした。ではまた。